メキシコと日本との江戸時代の交流。1800年代後半、日本とメキシコの間に国交さえなかった頃、金星の接近を観測するため日本にやってきたメキシコの観測団は、日本に観測所を建てるどころか、どこで観測していいかもわからないといった状態でした。とはいえ、わざわざ遠方から学術研究のために日本に来たメキシコ人、その使命感に敬意を感じた日本政府は、当時外国人の居住さえ認められていなかった横浜に観測所を建てることを許可しました。特例中の特例の扱いにメキシコの観測隊も感動。代わりに日本人実習生をこの観測に受け入れることを申し出ました。スペイン語どころか英語すらろくに話せない日本人実習生をです。日本もこれには痛く感動し快諾。日本人実習生4人が先進の天文学に触れることになりました。その後、観測隊の一員であったフランシスコ・ディアスは日本旅行記という本を書きました。日本国民よ、日本を訪れる外国人との交流が日本の将来に影響ありとするなら、今後の祖国繁栄を願って外国人の意見を大いに摂取するがよい。我々も絶大な協力を提供しよう。我々は日本民族が幸福になる価値が十分にあると信じている。日本人は品位があり、紳士的で勤勉で、勇敢にしてかつ法に恭順な民族だからである。私の祖国が将来日本と友好関係を結ぶことを、そしてまた将来日本と同じくらい多くの友を得ることを祈念している。そして1888年、欧米列強との不平等条約に頭を悩ませていた日本と、東洋と国交を開きたいメキシコとの間で日本メキシコ修好通商条約が結ばれました。完全な平等条約、アジアを除けば日本にとって初めての平等条約です。メキシコはかつての観測における友好を忘れておらず、数ある東洋の国から対等なパートナーとして全くの後進国であった日本を選んでくれたのです。メキシコの駐日大使館は現在も当時と変わらず東京のど真ん中、永田町にあります。こんな一等地に一戸建ての綺麗な大使館を構えているのはメキシコだけ。平等条約締結のお礼として明治政府がこの土地を提供したからです。